今日この新民祭、3月に、移住してきて、いろんな琉球の行事に参加させていただいて、大変感謝しております。今後ともこの素晴らしい儀式というか伝統琉球のですね意味をよく理解して勉強して後世に伝えていくのが私たちの役目だと思いますので、今後とも皆様ご指導よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。大城さんと久高さん、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。久高さんはですね